どうもブーでーす。少し桜も咲き始めてまいりました。暖かいのですが、まだまだラビットで走るとちょっと肌寒いです。今日は、小田急線と世田谷線が通っている豪徳寺にやってまいりました。唐揚げが食べたいな、第2弾ということで、唐揚げ店さんでいいのかなに来てみました。どんな美味しいな、美味しい唐揚げがあるか買ってみましょう。食べます。豪徳寺の唐揚げ専門店の唐揚げ店さんで、ビッグモモとパリカワと骨なしの唐揚げの3種類を買ってみました。このボリューム、そうですね、これでパリカワ、そうですね、こんなにいっぱい入ってますね。これで 100g ですって。じゃあ早速いきたいと思います。パリカワです。いただきます。まさにパリカワ、あ、おいしい。サクサクです。軽い感じ。でも醤油の味がしっかりついてますよ。王道の骨なし。じゃあ骨なしいきます。あ、ジューシー。こうお醤油の味がしっかりしてます。なんかね、唐揚げ弁当とかも売ってたんですよ。美味しいです。これも美味しくて、お肉がしっかりしてる感じ、美味しいですよ。骨なしです。それでね、ビッグモモって言ったでしょ。じゃあどうしよう、こんな食べれるかしら。食べちゃうけど、ビッグモモです。見てこの大きさ。いきます。肉汁が、あ、これが一番ジューシーな感じで、油がでもね、衣は相変わらずサクサクですよ。
今の感触、うん、すごいボリュームですね。唐揚げ完食いたしました、うん、ジューシーで美味しかったです。さてと、だんだん春らしくなってきました。美味しいものもまたいっぱいいろいろあると思います。今度のは何食べようかな。ごきげんよう。